皆さんこんにちは、ご隠居でございます。ご隠居はこの自転車ハゲタマ号に乗ってですね、日本全国を旅していきますので、応援よろしくお願いします。それとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ほうじ茶さん、本日のメニューは姫ゆり。そうやね、それがまあメインになってくるかな。で、今日行く宿はプライベートビーチがある。今日これのティックトだね。平さん、たこ焼き屋業かないのですか。三蔵みたいな皮膚になってるんじょのいこ。サンゴ隠居おはよう。おはよう。ベストフレンドときちゃんさん、へえ、美しいよ。さん、何やってるの。あら、ほうじ茶さん、きめえ。ベストフレンドときちゃんさん、あ、ハゲタマ GoPro、チャリコさん、サングラスしておつぱいばかり見てるよな。栄養買って、リーダーと栄養買って、ああ腰痛い、たまらんわ。でその後、約アップダウン結構きついところを20キロぐらい走らないと今日の宿にはたどり着けない。走ろうか、危ないから。あかん、限界が来る。はい、ご隠居8月カレンダー、ご隠居の8月カレンダー見えるかな、これ こんなの、ご隠居の8月のカレンダー。
の人立ちこぎでグイグイとるから、あの人クライマーやな。あとね、これがあるから、これ買ってるから。なんだ坂、こんな坂わざと一段下げた。ふわも最近言ったらもう二桁だってきたからね。新しいことにチャレンジしているときはいつもこう、今までのやつをぶっ壊していかないと新しいことはできない。新しいことをしようと思うと今までのことをぶっ壊さないといけない。到着。自転車行けるのかな。皆さんもここで平和祈願を祈ってください。画質悪いね。千バズル、千バズルもね。これが陸軍病院第三外科職員の墓。第三陸軍。沖縄陸軍病院第三外科どうなったのね。ここにそこにおったんだよね。そこに天皇陛下が来た時に火炎瓶を投げた。ドライマグナムさんめっちゃかそってない。タカラさんお昼寝もする。昼寝するとこない。したいけどね、昼寝したいけど、ちょっと木陰で公園かなんかあったらしようかなと思う。あと20キロ。まあ、お参りできましたか皆さん。これから、セーファーウタキ方面に向かっていくんだけど、とりあえず、今日は宿に行きます。このままね、タイトルはセーファーウタキに向かうって書いてんだけど、宿に行きます。で、セーファーウタキは明日になるかな。
車で1日100キロ走るとかね、言ってる人もおるんだけど、初心者は無理だわ。1日50キロもきついね。もう僕はね、弱虫ペダルを見とってね、もう舐めとったわ。あの坂道とか、もうあいつマジ気違いだわ。あんな坂をグラララで登ってく、絶対気違いだわ。心が折れた。でもあと15キロやからね、頑張っていこうか。坂がね結構続いたらいいんだけど、この上り坂があると結構きつい。自転車ね、基本的なもので言うとそんなに暑くない。基本的なものはね、風が吹いてすっごい気持ちいい。日差しの強さもそんなに感じない。感じないっていうか、風が吹いてるから、そこまで、その、日差しがじり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 暑いのかなっていうのは感じない。うん。だけど、結構きついんだろうね。うん。これで毎日毎日終わったら、ザバス飲んどったら、ムキムキなるね。終わったらザバス、終わったらザバス。ちょっと休憩させて。もうちょっと元気であった。でも休憩大事ね。こまめに休憩が。あと14キロ。これ結局体重減ってきて筋肉がついてきてなあ、そうなってくればどん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 楽になってくるんだよ。今が一番きついんだよ。体重重たくて筋肉なくて、道は険しくて、だから1回くらいずっと乗っとけばある程度こういけるからな。やめてくれ、あれ登るんかや。もうやだぜ。もうええ、無理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 だって。激坂だ。ウロカポーチがちょっと緩んできたぞ。
明日はここでライジングサウンド。はい、今回の動画はどうでしたか？良ければグッドボタンを、チャンネル登録はこちらまでお願いします。